翔平TVです。本日はですね、僕が今着てるこのウェアを紹介したいと思います。こちら見てもらえば分かるんですけども、ワールドペガサスと書いております。こちらワールドペガサスさんのフーデッドパーカーというね、あのプルオーバーのフーデッドパーカーとなっております。でこちら2020年から発売されたものでして、今僕が着てるのはブラックなんですけども、もう一つネイビーの色があります。その2種類があります。そしてサイズが SML LL 3L ってありまして、今回僕は一番大きいね 3L のサイズを着ております。でこちらすごくかっこいいんで、あの私服とかトレーニングとか、まあ、野球の前のそのウェアとかであの着れるような感じの服となってまして、なんすか風を通さない感じ。今日はすごい天気いいので暑いんですけど、朝とか夜とかあの着るとあのちょうどいい感じで、あの非常に着心地もいいですし、僕的にこういう生地ってこう結構伸びないみたいな感じのイメージがあったんですけど、これはこう伸縮性が結構ありまして、風も通さない上に伸びるということで、手伸ばしても全然こう窮屈にならないですね。で最近いろんなあの野球 YouTuber さんも着られてると思うんですけど、皆さん多分ネイビーを着てます。で僕はブラックということで今回は着ております。で今回はそれだけじゃなくて、下がります。こちら下もですね、同じ素材でできたパンツでして、こちらも上と同様で伸びがあるんで、しゃがんでも突っ張り感がなくて非常に動きやすい状態になっております。でデザイン的なので見ると、これやっぱこの腕のとこですかね、ここにワールドペガサスと書いております。そしてこちらのお値段ですけども、金額8200円プラス税ということで販売しております。9000ちょっとで購入できるということで、まあ、サイズによってはもしかしたらあの人気で売り切れがあるかもしれないので、そちらはまあ問い合わせてもらって購入していただきたいと思います。はい、非常にかっこいいので、ぜひとも購入希望の方は下の概要欄にリンク貼っておきます。こちらをチェックの方よろしくお願いします。で今後ともね、トレーニングとかしていきたいと思います。というわけで本日はこちらのワールドペガサスさんのパーカーと下のパンツをね紹介しました。それでは本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。